高見三郎高見三郎は、昭和期の政治家、官僚、文部大臣、山口県峰郡、東厚穂村小杉に、農業、高見正五郎の次男として生まれる。高等小学校を卒業後、炭焼きをしながら、独学で教員免許を取得、小学校代用教員となる。その後軍隊生活等を経て、1928年、 大阪府天皇寺師範学校第2部を卒業1929年関西大学専門部法科卒業後大阪府長学部部に勤務するが1929年に高等文化の試験行政課に合格する翌1930年には法律課にも合格し1938年内務省に入省する秋田県社会部長警視庁警視 和歌山県警察部長、奈良県経済部長等を経て、静岡県経済部長となるが、1951年時期県知事の有力候補者であった、県総務部長の斉藤俊夫と仕としたしいことを理由に、当時の小林武晴知事によって左遷される。後見は直ちに斉藤の下に走り、猛然と八つ当たり的運動を展開、ついに小林を知事選出馬断念に追い込んだ。 斉藤が知事に当選すると副知事に就任し1952年の第25回衆議院議員総選挙に吉田茂率いる自由党公認で静岡一区から立候補し当選を果たす。以後当選8回。保守合同後は高知会に所属する。文部政務次官、衆院農林水産、文教閣委員長を経て1971年第3次。 佐藤内閣改造内閣にて、文部大臣として入閣する。就任後は5年ぶりに、日本教職員組合委員長とのトップ会談を再開させたほか、自民党内の反対を押し切って、中央教育審議会委員の総入れ替えを断行、初めて労働会から、同盟会長、滝とみのるを任命し、また文化人から遠藤周作、有吉沢子、浅利慶太らをメンバーに加えるなど、 思い切った人材投与を行った。また、私学との格差是正のため、国立大学授業料の3倍値上げにも踏み切った。1976年正解を引退。いがぐり頭に、しゃがれ声、野人的な風貌と、エディート然とした、他の内務官僚出身者とは一味違う、異色の存在であった。1975年君一等随法賞受賞。 1978年2月28日死去、去年74、ありがとうございます。